後藤玄利は、日本の実業家。ジャクール株式会社代表取締役、一般社団法人タグフィット代表理事、健康コム株式会社創業者、元代表取締役社長、大分県臼杵市出身、地元の製薬会社臼杵製薬の創業家に生まれる。父の後藤国利は、臼杵製薬の代表取締役のほか、百九十七年から二千九年まで、 薄木市長を務めた。1989年3月に東京大学教養学部基礎科学科を卒業した後、アンダーセンコンサルティング勤務。その後、1994年5月に薄木製薬に取締役として入社。当時、薄木製薬で取り扱っていた、霊子飲料、機器1万年の通信販売のために、1994年11月に、 株式会社ヘルシーネットを設立し、代表取締役に就任した。1997年7月に、父の薄木市長就任に伴い、薄木製薬の代表取締役に就任。一方、ヘルシーネットは2000年5月に、インターネット通信販売サイト、健康コムを立ち上げ、同社の業務が多忙になったことから、薄木製薬については2001年8月に、 代表取締役を退任して取締役となり、さらに2010年4月には取締役も辞任している。2004年、健康コムは東京証券取引所マザーズに上場。2009年、薬事法の改正に伴う厚生労働省令の改正によって原則として医薬品の対面販売が義務付けられたことに対して、医薬品の通信販売業者の業界のトップとして、 奨励の無効を訴えている。2011年、東日本大震災発生直後に、東京にあった健康コムの本社機能の一部を福岡市に移転することを決断し、注目を集めた。2014年、楽天の完全子会社となった健康コムの代表取締役社長を辞任。二千十六年、マインドパレット創業者、神尾高正と共同で、ジャクール株式会社を設立。 同時期に一般社団法人タグフィットを設立し、インバウンド関連事業を手掛ける。ありがとうございます。